虚子じゃねえ。前へ。2連発目の前にあるんじゃ。横綱に限りなく近い何かが、命を懸けてでも欲しい勝利が。頭をつけ両前に。つこれがたどり着いたわしの必殺の型。好きに暴れさせはしない。これでも十分に力は出せる。父から譲り受けた右上手、天命の型。一瞬でも この体格差で組み合い続けても消耗するんは鬼丸の方や。それに準決勝の疲労、左腕の怪我、長引けば不利、長すぎがない。きつい、すげえ力だ。痛え、苦しい。日の丸、来るぞ。オロチだち。相撲が好きだからわしはここにいる。日の丸が試合中に笑ってる。そこだ。引きつけ、隙間をなくして状態が伸びたところを知ったから。同じ大きさ、速さ、圧倒的フィジカルの躍動もまた相撲の醍醐味。クセが左四つ。こんなものじゃない父の。僕の相撲はこんなもんじゃないぞ。僕はここにいるぞ。オロチだって。逆百戦夜叉を出す。投げの打ち合い、反応が早すぎる。読んでいたな。お前なら返すと思っていた。お前の強さを信じていた。僕が負ける。負けたくない。早く組み止めないと。揺さぶれ。僕は今真剣勝負を、相撲を取っている。死を隣に感じている。最高だ。初めて試される己の限界。彼に勝つには今の僕では、父の真似事では足りないんだ。大和国を超えるんだ。神を超えるんだ。強引、耐えろ。高め合うってことなんだな。呼び戻す三日月。剣芸。人生から誰より悩んだし、苦労もした。でもおかげで誰より相撲のことを考えたし、この体のおかげで誰より相撲を楽しめたんじゃ。ありがとうよ母ちゃん。何度でも限界を超えてくれるこの体がわしの誇りじゃ。相撲の神様、そんなもんわしがぶん投げてやるわ。右下手投げ鬼クーマー。
行け！